パドルエリア e n s p 2014パデルは1980年代から競技者人口が増え始めたラケットスポーツである。スペインはじめポルトガルやイギリス、またアルゼンチン、メキシコ、ブラジル、カナダ、ウルグアイ、そしてチリなどの国々でパデルがスポーツとして発展を遂げた。近年、アメリカ合衆国へ広まりつつある。また最近になり、 日本にパデルコートが建設される。パデルのプロツアーはワールドパドルツアーやカンペオナートムンデアルデパドルなどの大会が国際的に重要なプロの大会とされている。2014年のパデルのラケット1998年のパデルのラケットこのスポーツは1970年代中頃にスペインのアルフォンソでエンロアによって発明された。現在はスペイン及び ラテンアメリカ諸国で最も一般的であるが、ヨーロッパや他の国々の間へも急速に普及しつつある。スペイン南部のコスタデルソルは多数のイギリス人が訪れる保養地であるが、ここでもパドルテニスは盛んに行われており、これがイギリスに普及するきっかけとなっている。1980年代初め、パデルはスペインの大都市であるマドリッドやバルセロナの スポーツクラブから普及が始まり、その後他のスペイン地域へと広がる。国内の各所でパデルコートが建設され、各地域の有名クラブが国内のトーナメントを主催するようになる。スペイン国内のパデル人口は2010年に約200万人を記録し、2013年には300万人を超え、2015年には400万人を超すのではないかと予測されている。 歴史にその名を刻むテニスチャンピオン、ラファエル・ナダルやノバーク・ジョコビッチらもパデルに見せられた人たちである。1990年代終わりからパデルはヨーロッパ各国へと広まり、フランス、イタリア、ポルトガル、イギリス、ドイツ、ベルギー、スイスなどでそれぞれの連盟が設立される。1975年、アルフォンソでエンのあの大親友であり、足しげくマルベージャに通っていた。 アルゼンチンの富豪、フリオ・メンジテン無イはパデルの成功を目の当たりにする。そしてこれを実国に輸入することを決意する。その結果、パデルはあっという間にアルゼンチンで大ブレイクし、現在では国内で2番目にポピュラーなスポーツとして200万人以上の競技人口が存在し、国内に作られた1万人以上のコートでアルゼンチンの人々はパデルを楽しんでいる。 そしてパデルは、ブラジル、ウルグアイ、メキシコ、チリ、パラグアイなどにも広がりを見せた。またこうしたブームは、北米にも及び、今では、アメリカやカナダにも競技者人口が増えている。パデルを日本へ上陸させようとスプンピダル、プロジェクトイコールパデル普及計画が発足され、2013年に埼玉県所沢市の所沢フットサルパークに日本初となる。 パデルコート2面が建設された。その後、日本国内のパデルコート普及は進み、2014年春、関西発のパデルコートが大阪市に完成する。パデルはテニスと比べ肉体的な負担が少なく、年齢や技能の降察に関わらず楽しむことができる。ほとんどの人は20分もあれば、プレーの要領をつかむことができ、ゲームを堪能することができる。これは、 テニスのように強いショットやサーブ力に左右されることが少ないからである。ダブルス競技のみで行い、ボール、ラケット、コートの3つは必須である。近年はシングルス専用コートも設立され、シングルスの試合も行われている。コートの大きさ、パデルコートのサイズは2010メートルの長方形で、コートの周囲は強化ガラスと金網により囲まれている。 両サイドの奥は高さ3メートルの強化ガラスがこの地型に設置されている。その他の部分は全長3メートルの金網により仕切られている。コートは真ん中にセンターネットが設置され、ネットで分けられた各サイドは約7メートルのところまでがサービスラインとなり、それを2分するセンターラインが引かれている。歩道及び障害物との間の許容口は6メートルとするが特に コート髪型には侵入物がないようにする。ラケットは最大で縦45.5センチ、横26センチ、厚さ38ミ、mm、リとし、中心部分に数を限定しない9から13ミ、mm、リの穴が開いている。表面は3026というサイズを超えないことと、平面でなければいけないが、規定の範囲内でラケットの表面に凹凸をつけたものも存在する。自己防止のために、 ラケットを手首につなぐためのストラップがついている。その長さは最長35センチで競技中は着用が義務付けられる。本校執筆時点でラケット面の形状は以下の3種類に分かれている。円形、スイートスポットがラケット面の中心に存在する。重心が手元に近く、一般的にコントロールのしやすさを重視する形状。その代わり、 打球にスピードを与える性能は他の形状と比べて劣る。ダイヤモンド型スイートスポットがラケット面の髪型に存在する。重心が手元から遠く、一般的に打球に威力を与えることを重視する形状。その代わり重心が遠い分コントロールのしやすさは他の形状と比べて劣る。類的型スイートスポットがラケット面のやや髪型に存在する。 円形とダイヤモンド型の中間の性能。パデルのボールは形状、色、サイズともテニスとほぼ同じと言えるが、内圧はテニスボールより1気圧低い。得点の数え方はテニスと同じ。0、15、30、40。例えば15から0を英語では、15, ラブ15から15を、15ウォールと呼ぶ。40の状態から相手に2ポイント以上の差をつける。 ことにより、そのゲームに勝利することができる。40から40の状態を、特にルールを設けないか、デュースになった場合も、相手に2ポイント差をつけることにより、そのゲームに勝利することができる。サービス側が1ポイントリードしている状況を、アドバンテージサーバー、レシーブ側がリードしている状況を、アドバンテージレシーバーと呼ぶ。公式な試合ではサーバー、または、レシーバーの部分を、 選手2名のせいで呼ぶ。グロボ相手の後方へ落ちるように、放物線を描いて、高く緩いボールを山なりで返すショット。テニスでいうロブのこと。コルタードテニスでいうスライスショットのこと。デフハーダボールに逆回転を与え、相手コートのネット際に落とすショット。テニスでいうドロップショット。デレチャスペイン語で、右という意味があり、ラケットの持つ手の方向に打つこと。デウェススペイン語で、 逆という意味があり、テニスでいうバックハンドのこと。バンデッハ背丈ぐらいの高さを打点として、相手コートの深いところを狙って、バウンドの低いボールを打つプレイ。ビボラネットプレーの際、背丈ぐらいの高さのボールにスライスをかけ、ボールを弾ませないショット。バンデッハとは違い、スピードとスライスを重視する。ボレアラケットを持っている手の方向に向かって、相手の打球が、 自陣の地面に落ちないうちに打ち返すショット。ボレアレベスラケットを持っている手とは逆の方向に向かって相手の打球が自陣の地面に落ちないうちに打ち返すショット。レボテスペイン語で跳ね返りという意味があり、後ろの壁から跳ね返ってきたボールを打つショットレボテ、ラテラルスペイン語で側面で跳ね返るという意味があり、 横の壁から跳ね返ってきたボールを打つショットレマテ相手の足元にボールを落とすプレーはハーダでパレットスペイン語で下の壁を意味し高いレボテが発生した場合に上からラケットを振り下ろすパデル独特のプレイレマテポルトレスレマテの際にボールがサイドの壁を越すプレイコントラパレットレボテを自分側の背面の壁を使って相手コートに返球するプレー。 コントラパレットラテラル自分側のラテラルを使って相手コートに返球するプレー。ドルミローナースペイン語で寝すぎという意味があり、相手がレマテを打ってきた際、レボテのボールをネット際に返球するプレー。ドブレパレット2つのパレットにレボテしたボールを返球するプレー。パレットスペイン語で壁を意味し、ここではコート内の四方の壁のこと。ラテラルスペイン語で側面を意味し、 特に側面の壁の壁を指す。1992年初めてパデルワールドカップがスペインで開催され、以降2年後期に開催されている。2005年からプロツアーがパデルプロツアーにより開催される。2013年から名前を変更し、ワールドパデルツアーとなる。ありがとうございます。